以上です次は一番幸井大輔議員皆さんこんにちはチーム2020の幸井大輔です質問通告に従い質問します 市長理事者の簡潔な答弁をお願いいたします1市長の政治姿勢についての1人口減少対策本年1月末に総務省が発表した人口転出超過数がついに我が長崎市がワーストワンになりました前年より488人も増え2018年度は 2376人もの人が長崎市から出ていったことになります市長は深刻に受け止めている減少要因をしっかり分析したいと述べ基因の課題として雇用・子育て環境の改善や移住促進に努めると報道されましたワースト1位になった責任は誰にあるんでしょうか まさしく私は市長に責任があると思います。今議会の答弁を聞いていると、どの町も市も人口は減少しているから仕方がないような答弁、あるいはすぐに歯止めかける施策はなく、総合的に取り組むなど危機意識の欠如も甚だしいと思います。緊急事態だと 認識して速やかに大胆でダイナミックな対策を打つべきだと思いますそこで、その対策の一つとして発表された、移住者受け入れ対策、4930万円もの大金をかけて、長崎ウェルカム推進事業が発表されましたが、すでに500万の予算で、県と市で行っている、長崎移住サポートセンターと、 二重行政になるのではないか税金の無駄遣いではないかと心配していますその点、市の見解を求めます2、平和記念像の修復2月19日に終了したランタンフェスティバル今年は98万人の来場者だったそうです私も2週間にわたって中央公園会場にて 町内の仲間たちと角煮まんや豚まん売り場で頑張りましたそんな中ご婦人旅行の旅行者のご婦人の2人連れが来店されたおり平和記念像を見に行ったけど改修工事中でメッシュシートで覆われていてがっかりしたと言われました翌日私も現地確認に行きましたが なんでランタンの時期に改修工事をしたんでしょうか長崎観光のため我が町内はボランティアで総出で中央公演会場で協力してきた中まるで後ろから鉄砲を撃たれたような気分になりました全町での打ち合わせで改修工事をランタンからずらそうとかの話し合いはなかったのでしょうか市の見解を求めます 以上、本段からの質問といたします。なお、3、ビファーレ長崎への支援、4、幼児教育無償化に伴う食材料費の見直しは、次席より時間次第で質問いたします。ご清聴ありがとうございました。市長。市長 チーム2020、幸培大好き議員の質問にお答えします。まず1点目の市長の政治姿勢についての、括弧1、人口減少対策についてお答えします。長崎市の人口の社会減少については、平成30年の住民基本台帳人口移動報告における日本人の転出超過数が2376人となり、極めて深刻に受け止めており、これまでの取り組みに加えて、 様々な人口減少対策を複合的に進めていきたいと考えています一方直ちにできることとして移住支援の充実強化に取り組みたいと考えています現在の長崎市の移住相談体制は仕事住まい暮らしなどの移住希望者のニーズに対応するため市役所内に長崎定住支援センターを設置し専任の相談員を配置して移住希望者へ支援を行っていますまた、平成28年度から 県と県内21市町が一致団結して地方への人の流れを加速し地域に必要な人材を確保するため長崎移住サポートセンターを設置して共同運営しており相談から移住定住までワンストップで移住者を支援しています長崎移住サポートセンターと市町ではそれぞれの強みや役割分担がありますまずサポーートセンターでは 長崎に加え東京の相談窓口を設置することで首都圏からの移住希望者への対応や都市部での県下全体での移住相談会の企画開催を行っており全国の中でまず長崎県を選んでもらうための情報発信を行っています一方で市町は移住の検討段階から地域への定着まで寄り添いながらきめ細やかに移住希望者の相談支援を行っています このような取り組みの結果長崎市の移住者の実績についても平成27年度は15人でしたが平成29年度は74人と着実に実績を伸ばしていますしかしながら移住の潜在的ニーズにはまだ十分には対応できていないと考えています具体的な事例を挙げますと昨年お盆の帰省時期に長崎駅かもめ広場で臨時の相談会を実施したところ 6日間で延べ90人もの来場相談がありました,またサポートセンターとの連携に加え市町独自の移住支援を強化することにより長崎市は平成29年度74人の移住実績のうち独自分は9人という状況でしたが佐世保市は170人の移住実績のうち130人が独自分であり全体の移住実績を伸ばしている事例もあります。 このようなことから長崎市としても独自の取り組みを強化することとしており移住者数年間200人を目標に専任組織として移住支援室を設置するとともに長崎駅近くに仮称長崎移住ウェルカムプラザを開設し移住希望者の一人一人に対しきめ細やかな支援を行います特に働く世代の移住を促進するため無料職業紹介の機能を備え 仕事と移住希望者をつなぎます。合わせて経済的な面からも首都圏からの移住や子育て世代の移住に対する独自の支援を行うなど移住者に対する支援事業を新たに創設し移住希望者に徹底したサポートを行います。今後とも新しい人の流れを作るため長崎と若者をつなぐという旗印のもと移住希望者の視点に立ち。 雇用や住まいなどの移住の受け皿に関する総合的な相談体制の充実を図るとともに、長崎で暮らすことの魅力を発信することで、長崎への多様な人材の還流と確保に取り組んでいきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします中央総合事務所長 ご質問の1、市長の政治姿勢についての括弧に、平和記念像の修復についてお答えいたします。平和公園の記念像地区は、平和記念像を中心に、平和を願う大切な場所として、これまで必要な整備を進めてきております。この中で、平和記念像につきましては、平成11年度に大規模な改修を実施しておりますが、経年や市街戦闘の影響から、表面の塗装が劣化し、全体的に白くなっていたことや、 塗装の剥がれた箇所が黒ずんでいたことなどから、被爆75周年を前に、今年1月から3月までを後期として塗り直しに着手したところでございます。この塗装につきましては、塗料の乾燥防止及び密着性を高めるうえで、気温が低く蒸発が少ない冬場が作業に適した時期となることから、作業の準備期間も含め3ヶ月を確保する必要がございます。その中で、平和学習で訪れる修学旅行生等の 来訪者が少ない期間であること、安全管理上、作業を休止することとなる年末年始を避けることといった観点から、1月から3月までの期間設定を行っております。平和記念像の修復に際しては、塗料の飛散防止のため、シートで全体を覆う必要があり、作業期間中は平和記念像を見ることができなくなることから、昨年の11月下旬から旅行代理店へのお知らせや、ホームページでの周知を行っております。なお 平和記念像の全面をシートで覆う作業は、ランタンフェスティバルが始まって、最初の連休を避けて実施し、シートで覆った後は、平和記念像の写真シートを前面に設置するなど、一定の配慮を行っているところでありますが、修復中であることを知らずに訪れた方は、残念に思われたかと思います。従いまして、一日も早く、以前よりきれいに塗装された平和記念像を来訪者の方にご覧いただけるよう、今後も作業の進捗を図ってまいります以上でございます。 1> 1番幸井大介議員、えー、一通りりの答弁ありがとうございました、えー、っと平和記念像なんですが、あの要するに、えー、時期を重ならないように、前兆的なあ話し合いの中で、えー、時期をずらそうという話はなかったのかというのを、まあ、質問したかったわけですけど、それもなんですが、あの人口減少の、 問題で、長崎市があの、まあえー、日本でワースト1になったということをどう,どう受け止めているかというのが非常に心配です。えっと、もう、由々しき問題だと私は思います、えー。発表によると、2位の北九州は人口が90万人の中で1674人。 長崎市は41万の人口で2376人、もう圧倒的に長崎市が人口が減っているのが明らかであります。しかも、あの同僚議員の先日の質問にもありましたけど、えーっと、住みよさランキングですね、これが長崎市が707番に落ちたと、でえー、答弁ではあのいろんな項目、他の項目の調査によると、まあ、上位を。 キープしてるから大丈夫だという話でしたが、えー、2008年に、えー、住みよさランキングが324位だったのが、10年後に707位になった、これが一番問題であって、他の調査がうんぬんというのは一切関係ないと私は思います。もう緊急事態宣言を出していいぐらいだと思います。そういった点で市、あのー、市長と、まあ、市長と 取り囲んでいるあの職員の皆様が危機意識がどの程度あるのかというのが非常に心配なんですが、その点はいかがでしょうか、ね。企画財政部長、再質問にお答えをいたします。隅岡ランキングがあのこの10年間で300位台から700位に落ちたということでございますが、これはあの隅岡ランキング先日も市長の方からご説明したようにあの16の指標で構成されております。 その中で、この16の指標がこの10年間で全然変わってないのかということでございますが、あの住,居住居等に関する指標、これ、今議員が指摘された2008年のよくとしにです、ね、それまではえ土,地の土地が高いということがです、ね、指標になる、土地の高さ。 価格ですねこれが指標になっておりました土地の価格が高い方が住みやすさがいいという指標になっておりましたが2009年にです、ね、こう指標が見直されてあの住居の広さということで指標が変わりました、もう一つは2008の年の段階ではです、ね、合併の前の数字でございまして2009年からは合併の人口それから面積が反映されたということで2009年にはです、ね、あの 700, 台に700台になっております。 それは人口とあの面積があの反映されたと、でまだ、あ、商店街がであの商店街あの、大型事業に対する人口の割合というのがです、ね、長崎市の場合は、あのご承知のように、国道沿いに大型店舗というのが少なくて、商店街が頑張っていただいている、こういう事情を回ってです、ね、大型店舗にある人口の割合というのがですね、あの ええ、変更変わったと数字が変わったということでですね、あの七百台になったということでございます。またあの今回のですね、その人口減少があの日本の中で一番悪あの悪かったということで、どう受け止めているのかということでございますが、これはもう我々は非常に深刻にあの受け止めております。そういった中で人口減少対策本部これはあの全庁的にですね、あの取り組むということでですね、あの取り組みをさらに深めていくと、またあの。 その移住・定住についてはあの今回、直ちにできることということで取り組んでおりますがそれ以外にもです、ね、その企業誘致等、あるいはその若年者雇用に対する取り組みこれが7億4000万あるいはです、ね、子育てに対する経費これを12億5000万これはそれぞれ継続事業として予算の中でしっかり取り組んでおります。これをですねあの さらに効果的にです、ね、事業として推進していくということがないより大切であろうと考えております。今後とも中長期的に、またあらゆる視点で,です、ね、取り組むということがです、ね、これ人口減少対策にとって非常に大切なことだと考えておりますので、全力で今後とも取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます1番幸井大輔議員市長を 今、3期12年、市長職をやってきていますけど、私が心配するのはもう、えー、まさに裸の王様のような状況じゃないかと思います。あの市長の周りの人たちが、あ市民の声を伝えず、なんか耳障りの言うことだけを市長に報告して、市長は一般市民の方の気持ちがなかなか分かってないんじゃないかと。 非常に心配しておりますでこの移住政策ですけど、まあ、4930万かけて200人を移住させるんだということなんですが、2376人減っているのに、これでは200人を目標にするとあのいわばあの出血している患者にです、ね、輸血をしているようなもんだと思うんですよ。 出血しているんだったら、まず出血をするのが肝心であってですね、出血をしているのに、どん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 輸血をしても、人口減少は止まらないと指摘しておきたいと思います。それでは3番の、ビのファレン長崎の支援を質問いたします。残念ながら、昨年、J1 だったんですが、1年で J2 に落ちまして。 今年は42試合を戦うようになります開幕して2試合昇華しました今現在勝ち点4で7位はまあまあの出だしでございます2月24日の開幕戦私も現地に行って応援しましたけど引き分け同然のところギリギリの残り1分で長谷川選手のゴールが決まって勝ち点3を獲得しました 当日はですね、長崎県内21市長から、えー、中村報道知事はじめ、平田県副知事と各市の人たちが応援し来ていましたが、なぜか長崎市の田植市長は来ていませんでした。なんか後から聞くと、なんかマイスの説明会かなんかをやってたということを聞きましたけど、えー、ジャパネットさんが500億もの資金を投じて、 スタジアムシティを三菱幸町工場跡地に作ろうとしています。伊佐谷市はこれまですごい協力をしてきましたが、もうこの発表によってがっかりしています。そんな中、どうして長崎市長は大事な開幕戦に来なかったのか、本当にいまだに不満があります。それで J2 に落ちた今年長崎市はビファレーの支援体制は どうなっているのかお尋ねします市民生活部長えご質問の1市長の政治性についてのかっこさんビファーレン長崎への支援についてお答えいたします長崎市のビファーレン長崎に対する支援状況としましては平成25年度からビファーレン長崎応援事業としてホームゲームに小中学生と保護者をペアで招待しているほか長崎市の魅力発信も兼ねた ハーフタイムにおける特産品抽選会の実施会場周辺ににぎわいをもたらすための特産品販売ブースの出展などを行っております今シーズンの応援事業では昨シーズンと同様小中学生と保護者のペア1200組2400人を招待する予定としておりますまた地元のチームとしてより一層定着するよう長崎市内で地域の皆様とビファーレン長崎が サッカーを通じて触れ合うイベントを開催いたしますその他、広報長崎による試合日程の周知や C ホームページのホームゲームの日程を大きく載せるなどスタジアムに足を運んでもらうための機運の情勢を図っております今シーズンは J2 に舞台を移すことになりましたが1年での J1 復帰を後押しするようビファーレン長崎を盛り上げるとともに 西町工場跡地におけるスタジアム建設を支援し、県内外から多くのサポーターにスタジアムに来場してもらうことによる、スポーツを通じた交流人口の拡大、及び地域経済の活性化につなげるため、今後ともしっかり応援をしていきたいと考えております。以上でで、ございます。1番、幸井大議議員、はいえー。昨年の11月の月会で、あのー まあ、ビファーレンの支援の中で、えー、事業者への支援体制の充実、強化のため、プロジェクトチームを新たに設置するとの答弁がありましたが、プロジェクトチームはその後、進捗はどうなっているか、答弁をお願いします。ます松リブ官 再質問にお答えいたします今回のジャパネットホールディングスグループの構想におきましては、住む、働く、遊ぶ、学ぶ、行こうという幅広いテーマでの取り組みが予定されており、行政としても複数の所属が関わっていくこととなります。そのため、平成30年12月には、 関連する部局による町内プロジェクトチームの設置に向けた準備会を開催いたしまして平成31年2月に副市長を筆頭に関係部局長などで構成する長崎サッカースタジアム検討推進チームを設置したところでございます今後はこのプロジェクトチームを軸にスピード感を持って事業者と連携しより良いまちづくりとなるよう進めていきたいというふうに考えております以上でございます 1> 1番大輔議員、えー、先ほども言いましたが、あのー、やはりジャパネットホールディングスさんも、長崎市内に作ることが一番、えー、活性化になるということで、500億もの巨額を投じようとしています。その点長崎市は全面的な協力をすべきであって 本当に伊さんなんななかは悔ししくてしょうがいいと思いますですから、えー、そのプロジェクトチームを中心にしてです、ね、今後、えー、支援の輪を広げていってほしいと思いますが、少なくとも、えー、私が議員になってから最初から言っているあの中部下水処理場跡地、そこはもうサブグラウンドでも駐車場でも。 何らかの協力ができると思いますのでぜひそこは要望しておきますのでよろしくお願いしますそれから四つ目の質問を行います幼児教育無償化に伴う食材料費の見直し現在長崎市では保育所関係は主食費と副食費とも実費徴収をしているそうですがいわゆる二号認定の 子ども保育所等の3歳児から5歳児までは主食費のみ実費徴収されています副食費は保育料の中に含まれているということですこのこと自体の私は市が主食費も負担していいんじゃないかとは思いますが先日国の方で閣議決定された幼児教育無償化が本年の10月から実施されます 食料費は10月からどうなるのでしょうか、保育料が無償化されるのに、食料費は実費負担が続くのですか、保護者の負担軽減のため、長崎市独自で食材費も無償化を行うことはできないのか、市の見解を求めます。子ども部長。ご質問の1、市長の政治姿勢、えー、についての括弧4。 幼児教育無償化に伴う食材料費の見直しについてお答えいたします。3歳,3歳から5歳までの子どもの食材料費の徴収につきましては、現行の制度においては、保育所等に通う保育利用の場合は、ご飯やパンなどの主食費を実費徴収、おかずなどの副食費を保育料の一部として徴収しております。 一方、幼稚園等に通う教育利用の場合は、主食費、副食費のいずれも実費徴収であり、国が保育料を無償化することで、負担の差が生じることが懸念されていたところでございます。このことから、国は幼児教育無償化の制度の具体,的化,具体化に向けた方針の概要において、3歳から5歳までの子どもの保育利用については、 教育利用と同様、現行の主食費に加え、今まで保育料に含まれていた副食費を別途実費徴収にして取り扱いを統一する方針を示しております。保育料が無料化された後も、 食材料費については保護者が負担することになりますが、低所得世帯につきましては、国が免除を行うなどの対策により、現行よりも実質的な負担が増えないよう配慮が行われることとなっております。議員ご提案の長崎市独自での食材料費の無償化についてですが、今回の幼児教育の無償化の中でも、通園、 通園送迎費、行事費などの経費につきましては、実コストに応じて保護者が支払うことが原則とされております。このようなことから、食材料費につきましても、同様に保護者にご負担をいただくことが適当だと考えております。まずは保育料の無償化がスムーズに導入されますよう、全力を尽くすとともに、食材料費の取り扱いの見直しにつきましては、長崎市といたしましても、保護者の皆様にご理解をいただけるよう、丁寧 精鋭な周知を図ってまいりたいと考えております以上でございます一番幸い大輔議員はいどうもありがとうございました、えー、最後になりますけど、えー、私も今議員になって4年間今日で8回目の質問だったわけですが、えー、一番感じるのが田上市長のやはり政治姿勢で3期12年間の まあ、長期政権の間です、ねえー、市長の周りにはやはりあの市役所職員時代からの同僚の人たちが多くいらっしゃって、あのいつの間にか市長にはあのいわゆる物を申す職員がいなくなって、周りはあ市長にいい、まあ、ことばっかり言うような、周りで固められて。 本当に市民の声が届かないようになっているんじゃないかというのを一番心配しております。えー、今度、えー、4期16年立候補表明されていますが、あのー、職員の、あのー、市役所職員からスタートして市長になられて、えーまあ、決まった毎月給料日に給料が出てきた あ40年間だと思います。民間はですね、あのまあさっきのワースト1のことじゃないですが、売上とかの目標があってそれが達成できない場合は給料が出なかったり、あるいはボーナスがカットされたり、えそういう厳しい中で民間人というのは生活をしています。その点、えー、決まった時に給料が出、予算はあるのが当然でそれを使うことばかりを。 まあ考えてきてらっしゃると思うんですが、えー、そこにやはり12年間の首長の席にあると、どうしてもその民間と、あるいは市民と市長の意識のずれが生じてきてるんじゃないかと、私は危惧しております。えー、この春には天皇陛下ももわられて言語も新ししくなりますし 高木監督も手倉森監督に変わりましたし、ぜひその点を私は申し上げて、時間ありますが終わります。以上です。次は